トヨタ新型カローラ特別仕様車2024年4月発売。トヨタカローラツーリング2024年最新。特別仕様車設定気になる特徴徹底解説。トヨタカローラツーリングの2024年モデルは革新的なデザインと技術で注目を集めています。フロント部分にはスポーティシートが設定され、座り心地と後席の2スペースの確保にも配慮されています。また、ラゲッジスペースにはリバーシブルデッキボードが設定され、荷室床面の高さを2段階に調節できる機能性を備えています。パワートレインにおいては直列3気筒1、5リットルガソリンのダイナミックフォースエンジンを搭載し、出力は120ピコ秒、 14.8kgm を発揮します。さらに 1.8 リットルハイブリッドモデルでは直列4気筒 1.8 リットルエンジンと電気モーターを組み合わせ、エンジン出力は98ピコ秒 14.5kgm、 フロントモーター出力は95ピコ秒 18.9kgm、 リアモーター出力 4WD 車のみは41ピコ秒 8.6kgm となっています。トランスミッションは CVT が採用され、駆動方式は FF または 4WD から選択可能です。特別仕様車ではスレートグレーメタリック、アーミーロックメタリック、プレシャスメタルといった特別色が用意されています。アルミホイールにはマットブラック塗装が施され、フロントフェンダーには専用ロゴデカールがついています。内装においては運転席に助電スタビライジングプラスシートが設定され、15インチディスプレイオーディオやブラインドスポットモニター安心降車アシストも搭載されています。エクステリアデザインも大幅に変更され、上級グレードでは7インチから12、3インチ TFT ディスプレイを採用し、ディスプレイオーディオも大型化されています。ナビゲーションシステムには新型のアボクシーなどに採用されているコネクティッドナビが搭載され、最新の予防安全パッケージとオーターセーフ対センスも備えています。トヨタは SDGs への取り組みの一環として革新的で安全かつ高品質なものづくりやサービスの提供に力を入れています。これにはコネクティッド機能や自動化、電動化などの新しい技術分野への取り組みも含まれており、カローラツーリングの進化もこの一環です。さらにトヨタカローラツーリング2024年モデルはその特別仕様車においても革新的な特徴を備えています。新たにハイブリッド W×B エディションがラインナップに加わり、個性的な色彩と装備が特徴です。外観ではスレートグレーメタリック、アーミーロックメタリック、プレシャスメタルといった特別色が用意されており、アルミホイールにはマットブラック塗装が施されています。さらにフロントフェンダーには専用のロゴデカールが配され、運転席には静電気を分散させる助電スタビライジングプラスシートが設置されています。インテリアに関してはディスプレイオーディオが大型化され、7インチから 10.5 インチにアップグレードされています。さらに新型のアボクシーにも採用されているコネクティッドナビが搭載され、最新の予防安全パッケージとオーターセーフ対センスが含まれています。これには低速時加速抑制機能や交差点での歩行者検知機能、緊急時操舵回避支援機能などが追加されています。パワートレインについてはガソリン車に新世代の直列3気筒1、5リットル直噴ダイナミックフォースエンジンが採用され、発進用ギア付きのダレクシフト CVT と組み合わせられています。新型エンジンは高速燃焼技術や可変制御システムの採用により高い熱効率と出力を実現しています。一方でハイブリッドモデルには改良型直列4気筒 DOHC1、 8リットルエンジン 2ZRFFS とモーターを組み合わせたリダクション機構付きシリーズパラレルハイブリッドが採用されており、システム全体の出力も強化されています。2024年モデルのトヨタカローラツーリングはその特別仕様車においても一層の魅力を放っています。新たなカラーリング、進化した安全機能、そしてパワートレインの革新により、さらなる高みを目指していることが明らかです。これらの変更点はトヨタの技術力とユーザーへの配慮を示しており、カローラツーリングの新たな魅力を際立たせています。トヨタカローラツーリングはその長い歴史の中で進化し続けるロングセラーブランドです。これは人中心の進化をテーマに掲げ、多様なライフスタイルに適応するようデザインされています。主な特徴を解説風にまとめると以下の通りです。外観はスポーティでアグレッシブな印象を持ち、家族でのお出かけを促すようなデザイン。内装は広々とした開放感と上質な質感が特徴。室内空間は直感的に快適さを感じさせます。ラゲッジスペースはフレキシブルに変更可能で、様々な荷物を積み込むのに適しています。走行性能としては次世代ハイブリッドシステムと足回りの進化によりスムーズで快適な走りを実現。 TNGA プラットフォームの採用により光合成ボディがねじれを抑制し、乗り心地、静粛性、安全性のバランスが優れています。
トヨタセーフティーセンスを標準装備し、歩行者や自転車などを検知する最新の予防安全パッケージを提供。オプションでパーキングサポートブレーキなどの衝突軽減システムも装備可能です。コネクティビティも次世代マルチメディアシステムにより、情報やエンターテインメントへのアクセスが快適で便利になっており、一部の人にとってはデザインや特定の機能が合わない場合もあり、個々のニーズに完全にマッチしない可能性がありますが、カローラツーリングはスタイリッシュなデザインと高い実用性、安全性能を兼ね備えたモデルです。これらの特徴は都市部から郊外のドライブまで幅広いシーンでの使用に適しています。